どうも、小林卓一郎です。今日はちょっと留学についてお話をしたいと思います。ほう。留学。留学。僕だから高校卒業して18歳の、うん、みんなね、4月から大学生が始まってたんだけど、僕はそっからちょっと2ヶ月ほど遅れて、はい、6月にアメリカに渡りました。ほうほうほう。でも直接やっぱり僕アメリカの大学に行きたいっていう思いで行ったんですけれども、やっぱりね、最初はね、親からも反対があるんですよね。おかんは全然いいよいいよって言って、はいはいはい、だけど親父がちょっと本当に行くのかと、ちゃんと大学、日本の大学行ってそういうこと休学する形で1年とか留学すればいいんじゃないかとか、そういう感じで言ってくれたんだけど、はい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 、日本の大学の方がいいんじゃないかとかっていう風な言い方をされてたんだけど、いや俺はちょっともう直接バスケもやりたいし行きたいなっつっていう話をして、あ、そか、バスケがやりたいっていうのがあったんですね。っていう思いでね、行ったんですけれども、はいはい、やっぱりね、最初そういう反対もありながら、もうそこからやっぱり留学って始まってるなと思って、ほう、なんていうかこう、親に対してどうプレゼンするかみたいな、これよくね、悩みで受けるんですよ、どうやったら親を説得できるでしょうかみたいな、もちろん経済的な理由とかもいろいろあるとは思うんですけれども、そんな中ででも親をどうやったら納得、してもらって生かしてもらうことができるかっていうので、はい、やっぱり何もやってなくて行きたいって言ってるだけだったらちょっとあれだなっていうことで、うん、アメリカの大学に入るに必要なのがトーフルっていう英語のテストがあるんですよ。はいはいはい。これが、大体大学生になるには500点が必要だって言われてるんですね。ほー。で、州立大学系になると550点が必要になってくると。それ英検で言うと何級くらい？あー、わかんねえな、全然スタイルが違うもんな。トーフルっていうのはもう全部英語なんですよ、うんうん、問題も。で、最初がリスニングのテストがあって、次に文法があって、最後リーディングっていうのがあって、うんうん、もうなかなかね、これが全部英語で、しかも最初のリスニングなんてもう全くやってこなかった身からすると意味がわからない。へー。何言ってるか全くわかんないし、でも当てずっぽでやるしかないみたいな、うんうんうん、だから僕の中では英語はずっと頑張ってきたつもりだったんだけど、リスニングだけはどうしてもできなくて、うんうん、だからもうなんとかこの文法とリーディングで取るんだと思って、ちょうどその時ね、某河合塾であったんですよ、TOEFL のための講座みたいな書き講習があったんですよ。留学生向けの、なるほど、留学生向けの、留学生向けのなんか10日間ぐらい短期集中で、だから当時しかも名古屋の千種校だったから、だから、はい、あのみんながその受験勉強のための塾通うみたいな感じで10日間集中してトーフルの勉強するっていうので、豊川から通ってましたよ、そこまで。マライア・キャリーみたいな先生に教えてもらってましたよ。お、留学したらこういう人と付き合うのかなとか、夢をこう膨らましてましたよ。そうですね、金髪美女と付き合うんじゃないかな。いやー、もうね、そんな夢を見ながら頑張ってましたけど、通いながらなんとかそこで、やっぱりリスニングはそれでも生活をしてないとやっぱりそこはね、なかなかこう向上していくのは難しかったんで、でもそこでトーフルのコツみたいなのを教えてもらって、ほう、だってこういうテスト、こういう問題が出て、もうちょっと忘れちゃったけど、なんかこういう問題が出た時は引っ掛けでこうこうこうだからみたいな、こうあるのやっぱり、ああ、方程式というか癖みたいのがあるんですね。要は文法の問題だと、単語だとこういう意味だけど熟語になるとどういう意味になるでしょうかみたいな、はい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 。で、それでだから熟語として覚えなさいっていうような授業を確かやった気がする。へえ。単語一つだけだとこんな意味だけど、熟語になってその後ろにつくオブだとかインだとかアットとか、そういうもので全部変わってくるよっていう、前置詞によって変わってくるよっていうので習った気がするな。へえ。で、そういう風な感じで覚えていきながら、なんとかですね、僕は10月、高校3年生の時の10月にトーフル500点を超えることができました。おお。しかも当時のトーフルって月に1回しか受けられなかったのかな、確か。で、豊川で受けられないから、僕受けたのは岡崎の光が丘高校っていうところ、後に妹が通うことになる母校になる、妹の母校になるところですけど、光が丘に行って、そこで授業とテスト受けてたんですけど、なんかね、そのテスト当日、はい、冷や汗が止まらなくて、ほう、始まった瞬間からむちゃくちゃ腹痛いのよ。むちゃくちゃ腹痛くて、もうボタボタ冷や汗が出てきて、うん、でもなんかそれでもなんかもうなんか集中集中と思って集中してやってなんとか乗り切ったんだけど、結果そのよう腹痛は盲腸だったっていうね。ええー、盲腸の中トーフル受けて、
でもそれがなんか分かんないけど、なんかもうちょっとこの前も話した、若干ゾーンに入るみたいな感じになって、おうおうでこう集中できて、でその結果が500点を超えてて、で500点超えたことで親父もあ本気なんだなって本気も何も俺は冷や汗かきながらやったよと、アドレナリンってすごい盲腸なんて頑張ったんだよ、だから生かしてくれって言って、でそれが結果生かしてもらうことになったっていうね。はあ、なるほど。なんでこれはよくあの留学するためにどうしたらいいかって、まずその親への説得っていうところで、もちろんね、うん、そのさっき言ったお金の話っていうのもあるんだけれども、それ以前にまず自分がどれぐらいやる気があるんだっていうところをまず形として見せるっていうところ、うんうんうん、そこで500点超えるって、高校生で500点超えるってなかなかやっぱり難しいことだったんで、そこはやっぱり頑張って結果は出したかなっていうところなんで、はい、なるほど。じゃあちょっと次回以降、うん、留学に向けてちょっとどんな準備したかっていうのを聞いてみたい。 そうだね、そこをちょっとお話ししていこうかなと思うので、ね、またこの動画もね、ま、そう今まで例えば今日だったらトーフル何百点、うん、500点まで取りましたとかでありましたけど、はい、次はじゃあどうやって、じゃあ僕が言ったオレゴン州立大学を決めたんだっていう、あ、大学の決め方、決め方で、その決めた後にじゃあどういうことをして準備を進めていったかっていう話をしたいと思いますので、またぜひいいねもよろしくね、そしてチャンネル登録もよろしくね。